ですね上手に進めていくためにですね、いくつかさあ計画的にさあみんなが話し合いが進められるのか、進め方は先生ここにずっと表示しておきますの。はい、うん、これ大きくすると大きくなるよ。そういうふうにビューって動かせる。私か。じゃあいいですか。青。はい。で、はい、いいですか。登下校では、左右確認して道路を渡るようにした方がいいと思います。先生のみんなでできそうなことがいいですね。うん、そうだね。うん。赤とか青とか。ICT の方がどんなふうにサポートできるのか、子どもたちが考え、表現するということに関しては学習スタイルでどん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 深めていくと、そのサポートを ICT がどこでどんなふうにできるのか、でそれをまた方法を先生方に身につけてもらうというのが自分の情報研究部の方の仕事かなとは思っています。じゃあゆあさん、はい、じゃあちょっと前出てきて。陽介くんは、あ、これも違うね。ゆあちゃんですか？そしたら最後ちょっとこれやって。ここだ。ここが5でしょ？28は 7×4 の答えです。なんだろう。何系？何系作ったの？製品で。長方形を作ります。はい。が見つけてきた写真に、もしかしたらこれがそうなんじゃないかって写真。あ、来るところにいた。あ、いた。あ、いたいた。そこにこのちょっとなかなかいい写真が撮れませんでしたけどね。何？こうやって自分で抱きかかえてむしゃむしゃ食べてましたね。というところ。タブレットだと色とかペンの色とかを変えることができるのですごいいいなと思ったり楽しいので、これからもタブレットを使って勉強をしていきたいと思います。今現在ここにある環境でもさらに進んだことができるんで、子どもたちがもっと喜ぶ、そしてまた学習の効果も上がる方法を今後とも先生方に教えていきたいなとは思ってます。じゃあゆあさん、はい、ちょっと前出てきて。